はい、手巻きタバコ喫煙動画始めていきます。今回は、アパッチの、これ何？ナチュラル。アパッチナチュラル。です。メイドインポーランド。だって、アパッチシリーズは全く、吸ったことがありません。アパッチってもうなんか、販売終了するんじゃなかったっけ？ね、確かね。ルックアウトの、って書いてありますね。これはペーパアパッチは、アパッチは生産終了するんだっけ？値段が590円。ナチュラル。ね。タバコ本来の香りときつみを楽しむ100%ナチュラルな素材で作られている。特に乾燥に気をつけて管理すること。辛みが出たら少々加湿すること。こちらが 25g 入りで、ですね。25g 入りで590円。こちらが廃止予定となっているようです。これがもう、これが廃止予定なんだって。アパッチのナチュラル。もし、他にはね、アパッチのゴールドも、廃止予定と書いてあります。まあ、廃止。あ、すっげえ乾燥してる。うわ。めちゃくちゃ乾燥してる。ここまで乾燥してる、初めて見た。すっごい乾燥してる。パリッパリになってる。すげえ。バリバリだ。袋の中でこんなに乾燥してるの、初めて見たな。じゃあ、とりあえずスリムフィルター。ピュアのスリムフィルターと、ペーパーは、レーベルのペーパー。これ、チェの付属ペーパーですね。で、吸っていきましょう。すげえな、この乾燥具合。パリッパリ。もうパリッパリ。ほら、なんつったっけ？なんかカビとかさ、ナチュラル系ってやっぱカビとか発生するから、あれなんでしょうね。だから一応乾燥させて、るのかな？まあ普通のやつよかね。乾燥させて。吸っていきましょう。まあこれも加湿したらまた味変わるんだろうけど。また多分味が変わるんだろうけどね。そんなに酸味も少なくて。美味しいですね。酸味が少なくて、乾燥してるからなのかな。ほぼほぼ全然、酸味がない。で、
あ、美味しい。なんか単純に、タバコの、なんか、味っていうかな。そんな感じ。あ、美味しいな。俺基本的に、なんか着光してるタイプのやつ嫌いなんで、これは美味しいですね。いわゆるアメリカンテイスト的な、アメリカンテイスト的な感じだろうな、これな。あれは使われてないと思いますね。バージニア。全然、酸味がないんだよ。バージニアは、だいたい酸味があるんだよ。使われてると。ああ。おいしいおいしい。これはおいしいな。オランダ産。だって。全然。酸味感じない。これはあれだな。美味しいな。全然、何回吸っても多分飽きないですね、これね。飽きない味。どういう葉がブレンドされているかというのを書いてないようで、わかりませんって書いてあるね。味わいとしては軽い。重くはないですね。チェノオリジナルっていうのより、どうだろうな。チェノオリジナル、乾燥してるからかな。やけに辛いっていうか。やけに辛いんで、まあ、乾燥してるからだろうな、これな。これはあれでしょう。全然飽きが来ないんで、もう廃止予定って書いてあるんだけど。まあ、全然飽きが来なくて、毎日、吸えますね、これ全然ね。まあ、チェの、普通のオリジナルのやつ、もう全然飽きが来ないんで、まあ、こういう類は、飽きが来ない。美味しいですね。まあ、加湿して、実際吸ってみて、加湿、ちょっと今乾燥しまくってるんで、これをちょっと加湿してどう味変わるかっていうのは、まあ、ありますけど、まあ、とりあえず、全く乾燥してる状態で吸ってますけど、まあ、辛いは辛いんだけど、全然美味しい。感覚的に、チェのオリジナルよかは美味しいんじゃないかな。
多分。まあ、廃止されるのもちょっと残念ですけどね。こちら四つ星、ご視聴ありがとうございました。